バラカスは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス特別区の南東部に、ある地区である。コムーナ4に属しており、人口は77,474人である。鉄道路線のベルグラーの南線とリアチュエロ川、レヒミエント・デパトリシオス通り、デフェンサ通り、カセーロス通り、ベレス・サルスフィールド通り、アマンシオ・アルコルタ通り、ラファジェッテ通り、ラバルデン通りなどの通りに挟まれている。 バラカスという名称は、原始的な材料を使用した間に合わせの建築を指す、バラカに由来している。コーヒー、チョコレート製造工場の、エル・アギーラ・フェルナンド・イー・ソラーナス監督が、映画、スール、その先は、愛で喝采を送ったダルケール通りとカセ線の、ジリゴジェン駅リアチュエロが菓子における都市の成長は18世紀に、始まり、川な飯や土札を行う地区であると同時に、 労働者地区となった。1791年3月24日にリアチュエール川に橋が架けられ、イギリスのラプラタ川侵略の際には戦略的価値の高い地区となった。1858年にはこの橋の一部が洪水で破壊され、1871年に鉄橋として再建された。しかしこの鉄橋は問題続きで1931年に 現行の橋にとって変わった。19世紀の大部分を通じて、この地区には、ブエノスアイレスで最も裕福な何組かの家族が住んでいた。サンタルシア通りは地区の活動拠点であり、当時のブエノスアイレスで最も有名な店の多くが所在したが、1871年に、ブエノスアイレス市南部の大部分を、大熱病の流行が襲い、裕福な家族や中産階級の住民は、 地北部への引っ越しを余儀なくされると、バラカス地区は今日に至るまでの労働者階級中心の地区となった。それでも20世紀の大半には一定数の裕福なアルゼンチン人家族が居住し、引っ越した住民の邸宅を賃貸住宅として維持した。やがてイタリア系などの移民がバラカス地区に住み始め、労働者階級に人気のある地区となった。 こじんまりとしたカフェは低所得住民を引きつけた。1980年頃までは工場群が地区の経済を支配し、それ以後も地区にとって重要な雇用源であり続けている。その後、地区内の工場は一つずつ閉鎖された。1980年代には二つの公共公園と20以上の住宅を取り壊して高速道路が建設された。1987年には、 フェルナンド・イー・ソラーナス監督によって撮られた映画ツールその先は愛の舞台となった。この映画は食肉工場従業員の人生を描いた物語であり、独裁体制からの再建過程に生きた多くの労働者の大混乱の物語であるが、同時にバラカス地区への昇華でもあり、カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した。1990年代には、 地元のアーティストであるマリーのサンタマリアによって、ラニン通りの建物の正面に鮮やかなペイントがなされ、地区における再開発プロジェクトの数々を促進した。特にピッタルガオリモの工場は高級ロフトへの転換がなされ、2008年に転換が完成した。ありがとうございます。